皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は普段でも使えるような看板をご紹介したいなと思うんですね。その前にですね、これコメントくださったんですよね。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。何個かご用意したので、なんか参考になればと思います。はい、もうみんなが使ってるカバンあったので、なんか持ってきたんですよ。ボディバッグですね、こういうやつやったり、やっぱり軽くて使いやすくて、丈夫やし、楽ですね。なんかブランド見てたら、なんか全部イタリアのやつで、たまたま合わせられたから、合わせこれがフェリージやったり、なんかこれオロビアやったり、ね、これダニエル&ボブやったり、なんか買いやすいですね、この辺のやつは。これと同じようなブランドとか、はい、また違うやつを一個ずつご紹介させていただきたいなと思ってます。なるほどですね。こちらブランドがフェリージ、このフェリージはもともと1973年に、イタリアの方で創業されまして、1992年、フェリージの、代名詞とも言えるような、仕様なんですが、ナイロン部分とこの革、レザーの、レザーの、これを組み合わせる、そうですね、スタイルというのが、おなじみやね。そうですね、おなじみの、これと同じボディバッグとショルダーバッグとかもありまして、だいたいボディバッグが3万5千円ぐらい。ちょっと大きいかな、これよりも。あ、そうですね、もうちょっと大きいサイズが。ショルダーバッグの方はもうちょっと大きいんで、若干値段上がるんですけど、だいたい5万1千ぐらいからあるような状態ですね。はい、それがおすすめですか。そうですね、ボディバッグはさっきみたいに最小限のやつで、はい、ショルダーバッグはちょっとお出かけじゃないけど、そうですね、1泊ぐらいだったら多分入るぐらいの大きさ、はい、ちょっと荷物ある時、なんか色もいっぱいあるし、はい、遊べますよね、素材もね、もうフルレザーとかやったらすごい重たいけど、ナイロンの雰囲気がね、ありがとうございます。ナイスフリーね。でしょう。次も割と最近定番なんですけど、先ほどは革ね、革で使ってまして、ザネラートっていうブランドがあって、それのなんか象徴的な、モデルが、ポスティーナっていう形があるんですよ。はいはいはい、ポスティーナって何やろ、イタリアっぽいですね。そう、イタリアのブランドやけども、直営店とかはないんですけどね、セレクトショップとか、ね、置いてあるやつで、ポスティーナいうぐらい、 なんとなくやけど郵便局的な、もうやと思ってます。ポストのポスティーナまんまらしくて、なんか1950年代ぐらいのイタリアかな、郵便局員さんが使ってるカバンをなんかモチーフ作られたカバンらしくて、なんかもうすごく精度が高いらしい。オフィシャルみたいなのもらってるみたいで、その形がなんかすごく多い、革以外にもなんか朝やったり麺やったり、なんかそうそう、なんか季節感をそれで出してそれぞれ持つ人もおるし、さっきのカバンなんかは完全にオフ寄りなんですよね、あれをスーツでとか、なんかジャケパンでって持つのはなかなか難しいと思うんですよ。これは割ともうちゃんとしたスーツは難しいと思うんですけど、ジャケットとパンツの組み合わせとかやったら割と使ってる人も多い、割とオンオフ、両方いけそうですね。使いやすそうですよね。間口も広さやし。間口めっちゃ広いね。だから郵便局員さんが使ってるぐらいがでしょうね。入る。そう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 。ガッサって入るし、丈夫やるし。取っ手の部分を型にかけて、なんかこう歩く。はいはいはい。ああ、なるほどなるほど。ちょっと豪快にこういう感じ。ああ。し、なんかこう斜めにかけて普通にできるっていうのもいいところみたいですね。これがザネラートのポスティーナっていうやつですね。なるほどね。自分がちょっと欲しいなというか、使いたいなという。欲しいやつ。そんな感じのちょっと紹介ということになってしまうんです。坪さんが欲しいのは僕らもちょっと気になる。一番気になる。ビジネスでも転用というか使えるという形であれば、もうクラッチバッグ。ああ、らしいな、なんか。こんなんあるやないかと思って出てきたのが、ヘルツ。聞いたことない俺。僕も聞いたことない。一応国内のブランドですかね。創業は1973年ぐらいらしいんですけど、割とはやっぱりこう、手作り細かい作業をずっとされてるところみたいなので、だから一個一個までちょっと表情が違ったりとか、その革の表情を楽しんでいくっていうような経年変化をね、いろいろ楽しめるブランドになってるみたいで、
取ってみたいなのがついてるね、ここに。そう、腕ごと入ってもそうそう腕入ってる今度見たことないぞと思ってキバックで大体はこのね本物ですね、形投げるスタイルやつで、まあ、そのカラーバリエーションも何種類かあってちょっと変わり種の、はい、そうですねクラッチバック、うん、そうですね、いろいろあるね、はい、僕も結構知ってる方多いんじゃないですかね、うん、LL ビーン出たね、古いねその100年近く経つんじゃないですか、うん、LL ビーン、ね、1912年創業、うん、もうちょうど100年すごいな、ね、長いですよ。アウトドアで割と有名なブランドやと思います、うん、結構ショップでも、うん、ブランドのロゴだけでも見る方結構多いと思うんですけど、うん、僕財布でかいんですよね横着なんでいろいろ物入れたくなるんで大きいカバンが好きなんですね、うん、そこの LL ビーンのザっていうやつです、代表作、うん、お名前がボート&トートバッグ、すいません、ちょっとこれはもう分かんないんでカンペ見てますけどというのがあって代表的です、ね、そうです、ね、もう基本的にはあのフルでそのキャンバス地というか、うんうんうん、ああいう素材のやつなんですけど、あの昔冷蔵庫がなかった時代ですかね、氷をそう持ち運ぶっていうので有名な、そうそうそう、ビーンアイスキャリア、それが多分一番有名やと思うんですよ、うんうん、あのフルキャンバスね、うん、持つところのとってもところも、うんうん、あれのレザーハンドルっていうタイプがあって、ほんまに欲しい、めっちゃこれを通して奥さんにちゃんと伝えかけてるんですけど、ほんまに欲しいわ。スーツはちょっとなんか良くないかもしれないですけど、スーツでもちょっとカジュアルな感じにしたがるタイプなんで、いつかそんな感じでもいいのかな、うんうん、僕愛妻家なんでね、何でもあった今ちょっと間違えその大きいカバンっていうのがまず一つのポイントです。あ、自分の持ち物だけ入れるわけじゃなくて、出かけるってなったらね、ちょっと公園行くためにご参加、ね、小さいお子さんとかいてはったらペットボトルとか、ね、そう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 で、そう氷入れてたぐらいやから、めちゃくちゃペットボトルのそう水滴とかも全然染み込まないですね、ほんまに欲しいやつ。これもあれもね、男女兼用、ね、あ、兼用です兼用です、はい、あれやね、いろいろありますね、Cにあったじゃないですか。そうですね、うん、いろんなブランドもありますし、うん、なんかまあいろいろね、うん、楽しみながら、そうそうそう、選んでもらっていいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、はい、今日は、僕らがおすすめする、オフでも使える使える、うん、はい、カバンの紹介でした。はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。オーダースーツ専門店 M2 プラントの杉本です。このチャンネルではスーツに関する役立つ情報を配信しております。この動画を面白いと思っていただいた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。いいね！ LINE にてお得な情報を配信しておりますので、友達登録よろしくお願いします。